でもほら昔声優でさなんか肉買ってさ返品っていうのでさ、うん、100個しか売れなかったのにさ2000人集まったじゃん、うん、俺肉買ったんだけどいやいやもう1900人嘘つきなわけでしょいやで確率としてはもうほぼ嘘つきなわけですよ、まあ、あそこが脱税してる可能性もあるからね本当に偽食ってるねレシート出してなかったっていうだから人間基本嘘つきなんですよはいで僕も多分その中の一人だと思われてしまうわけじゃないですかでも小じきは少ないよそういう意味では、まあ確かに2000人来たけどさ、うん